少しずつ暖かくなってきたこの時期も最新情報満載でお届けするサイドBN TV。 続々発売されている新作ソフトを紹介。ソードアートオンラインインフィニティモーメント、ソードアートオンラインが RPG として登場。完全オリジナルストーリーで75層から始まる物語。攻略の拠点は76層の町アークソフィア。パートナーと共にアインクラッド攻略を目指そう。スーパーロボット対戦 UX、 任天堂 3DS で初登場。フルボイスの戦闘シーンで臨場感あふれるバトルが繰り広げられる。原作を再現したアニメーション演出でさらに迫力の戦闘シーンを楽しもう。新規参戦作品もいっぱい。人気ロボットたちの夢の共演がすごいことになってきた。ワンピース海賊無双2。それぞれの思いを胸に再集結したルフィと仲間たちがまだ見ぬ大冒険へ旅立つ。新ステージで登場する新キャラクターや新世界編の大技が続々登場。次々と立ち塞がる能力者たちをやっつけよう。春休みの学生さんは今がチャンス。家でゲーム三昧もありですよ。初回封入特典予約キャンペーン情報。プリキュアオールスターズ全員集合レッツダンスの初回封入特典はデータカード出しで使えるカードが1枚入ってるよ。サモンナイト5はフリーのゲームサモンナイトコレクションで使えるカードをダウンロードできるシリアルカードを封入。発売前に予約するとキャラクターデザインをしている飯塚氏のイラストを多数収録したサモンナイト5設定集、書き下ろしイラストの表紙など特典がついてくる。早く予約しなくっちゃ。みんなで盛り上がろう。イベント情報。ゲームの電撃感謝祭2013&電撃文庫春の祭典2013の出展タイトルを紹介します。いろいろなタイトルが出展しますよ。気になるタイトルは見つかったかな。バンダイナムコゲームスブースはベルサール秋葉原ですよ。お友達と遊びに来てね。次回のサイド BN TV は3月28日号。最新のソフト情報や特典情報をお届けします。